先輩、この前お借りした天才研究ノート全部読んじゃいました。同じようなもの他にまだありますか？何か？ああ、どうして先輩って呼んでいるかですか？それは先輩が天才研究の専門家なので、研究者として私の先輩にあたる方だからですよ。何ですか？ああ、私の聴力悪化の原因ですか？実は火山の近くで研究していた時にオリパシーに感染してしまって、先輩からいただいた仕事の合間にケルシー先生の検査も受けないと。私の病状は結構深刻な状態らしいんです。両親から引き継いだ研究を形にするにはもっと頑張らないと。もしこの研究の有用性を証明できたら、世界が驚くとんでもない発見になるかも。私の両親はもう亡くなりました。火山周辺で観測を行っていた時に火砕流にあって、私何があっても両親の意思を受け継ぐつもりです。遊び相手？ムースたちが仲良くしてくれるので寂しくはないですよ。できたら今度みんなで読書会をしたいと思っているんです。場所は先輩の執務室でもいいですか？聴力だけでなく視力も悪化してきているとケルシー先生から聞きました。オリパシーは私をどこまで連れていく気なんでしょうね。どうして後ろにいるのがわかるのかですか？それは先輩の体温を感じたからです。耳も目も悪くなりましたが、その分他の感覚が鋭敏になっているというか、こう見えても私なかなかしぶといんですよ。先輩眠っておられるんですね。はじめまして、私はエイヤ・フィアトラです。ここに来る前は火山の研究をしていました。オリパシーの影響で耳が悪いのでご迷惑をかけるかもしれませんが、よろしくお願いします。先輩、もっとご指導をお願いします。先輩、昇進？本当ですか？先輩に褒めていただけるなんてすごく嬉しいです。この黒い羊たちはお母さんが残した唯一の形見なんです。先輩も可愛いと思いますよね。熱い？ああ、待って、断熱手袋をつけないと火傷しちゃいますよ。わかりました、先輩。武器はもちろん防災用具も忘れちゃダメですよ。先輩、私たちのことは気にせず全体の指揮に専念してください。皆さん安全確保が第一です。先輩、先輩、ご命令を。気をつけて行動しますね。頑張ります。温度安定しています。少し暑いかもしれませんよ。火事には気をつけてください。これでどうです？先輩、大丈夫そうですか？よかった。どうして争いは終わらないんでしょう？皆さんご無事ですか？私にできることはありますか？大丈夫です。この部屋はすごく安心できますね。驚かさないでくださいよ、先輩。私をこんなに成長させてくれてありがとうございます。先輩、アークナイツ先輩、おはようございます。